ごとわざ、株のメリットについてお話しいただきました。私はですね、これにアンサーするものとして、FX のメリットについて、私の考えていることをお話します。まあ、FX のメリットってね、むちゃくちゃあるんですよ。まあでも、条件としては、勝てればなんですよね。勝てなければデメリットだけしかないんですよ。で、FX で勝ち続けてる、まあ私がですね、5年目にして思う FX のメリットを、まあ、2つに絞ってお伝えしましょうかね。 1>, うん、1年目はね全く勝てなかったんですけども2年目から勝てるようになってきてこれがメリットだなと思うもののダントツ1位は倒産しないってことでしょうねまあ正確に言うと倒産しにくい案件だということなんですよでよく株と FX を比較しますけども株っていうのは一つの会社の株なんですよねだから一つの会社ってあっという間に潰れるんですよ倒産するんですよだからこのリスクを考えると じゃあ国家が裏付けにある円とかドルとですね株式っていうのは一企業なわけですよどっちが潰れるリスクが高いかっていうとやっぱり株が圧倒的に高いですよね私はそういうことを考えて倒産のリスクのほとんどない国家というものの、まあ、商品お金 FX ですねこちらを選んだということになりますで2つ目のメリットなんですけどもまあこれはね FX の理論理屈っていうのは、このトレードのスタイルっていうのは、まあ、将来的にですよ。暗号通貨にも使えるんじゃないかなと思ったんですよ。もちろん今はまだ無理ですよ。まあ、今は暗号通貨に当てはまらないです。ボラテリティがでかすぎるんで。でも、これね、将来的には FX の理論理屈はそのまま暗号通貨の理論理屈にも当てはまっていくと思うんで、そのうち使えるようになるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあですんでね、私の目標資産が大体50代で10億円なんですけども、もし FX で 難しいなと思ったら FX から暗号通貨に乗り換えることも考えてますけども、うーん、まあ FX で10億円は私のちょっと力量じゃ無理ですね。資金量と力量では。まあですんで、もしかしたら暗号通貨のトレードに入るかもしれませんけども、そうなったらなったでね、風がめんどくさいんですよ。まあですんで、まだこの2つ目はメリットとは言えないかもしれないですね。<laughs> まあけどほら、 そのチャートの読み方っていうのは、いろんなところに応用が効く。投資のほとんどのものに応用が効くんで、その入門編として、FX は一丁目一番地で攻略していくのが手順かなと思ってました。じゃあ以上ですね。はい、ありがとうございました。